森のデルレーの戦いは、米北戦争のチルブスコの戦いの後、1847年9月8日に起こった戦闘であり、この戦争の中では最も流血の多いものだった。1847年9月6日、チルブスコの戦いに続いた急戦と交渉が決立し、大規模なメキシコ軍が森のデルレーと呼ばれる石造りの低く大きな一軍の建物周辺で観察された。 これらの建物はメキシコシティの門から工場から城までは大きな樹林が隔てており、城の砲台がその地域を守っていた。ウィンフィールド・スコット将軍はその樹木が大砲をいる鋳造所を隠しており、メキシコの政府と軍総法の指揮者であるアントニオ・ロペス・デ・サンタ・アナが大砲をぜひとも欲しがっていて、教会に使いを出して修道院の金を供出させ、 それを溶かして大砲に行こませるという噂があるという報告を受けた。スコット将軍の宿舎があった宅場屋の資祭館の屋根からは工場の屋根の上に上がる明るく赤い炎の中にある種の炉がはっきりと見えるという証拠があった。スコットはワース将軍に工場を攻撃して占領し製造所を破壊し見つけた軍需品全てを破壊するよう命令した。王の工場は 長さ約500フィートの一連の石造りの建物である。これらには小麦粉製粉機や古い王室の火薬製造機が入っている。工場の北端から約500ヤードのところに別の強固な石造り建物、笠股がある。笠股の西約300ヤードにはその向こうにモラレスの農園がある大きな峡谷がある。左手の王の工場から右手の峡谷からは 西の高地までこの辺りの地面は、メキシコ軍によって占められていた。工場の中には、レオン将軍の指揮するリバティ、ユニオン、クエラタール及びミナの国防軍とランゲル将軍の指揮する旅団が入っていた。工場とカサマタの間には、ラミレス将軍の指揮で、フィンホザメヒコの第二系大隊、第一及び第二戦列連隊と六門の大砲があった。カサマタの中には、 ペレス将軍の指揮で、第 4K 大隊、第11戦列連隊が入っていた。強国の西、モラレスの方向には4000名の騎兵がいた。総勢1万4000名の軍隊で、サンターナ将軍は、勝利を確信していた。9月8日の朝3時、ワースは、ジョージ・ライト・少佐が率いる第8アメリカ不評連隊500名を、緩やかな坂になっている面を駆け下りさせて攻撃させた。 その連隊の後ろには、チャールズ・カイ・スミス大佐の携帯隊とジョージ・キャドア・アラダーの旅団を中央に、その右手には、ガーランドの旅団とサイモン・エイチド・ラム隊の一個砲兵隊を配した。左手には、ジェームズ・ダンカン大佐の砲兵隊と、ジェームズ・マッキントッシュ大佐が指揮する旅団を配した。サムナー・ショーザが騎兵隊を指揮し、最初は、左手の外れにいた。ワースの軍勢は、 総計2800名だった。フーガー単位の重砲が、工場に対してまず砲火を開き、敵の戦列が動揺するようになるまで続けられた。ライト少佐の襲撃隊がこの時に突撃した。この部隊側面のメキシコ軍大砲から火を吹き始め、工場の平床にいる不標からも、側面と正面から銃火が開いた。アメリカ軍の士官14人のうち11人が戦死したが、 スミスとキャドワラダーの部隊が戦場中央で敵戦列を占領した。ガーランド大佐とドラムの砲兵隊がチャプルテペクの大砲に直接さらされていた右手の敵陣を占領した左手ではマッキントッシュ大佐の旅団が殺人的な銃火の下を笠股に前進した。マッキントッシュの部隊は交代をし、弾艦大佐の大隊が支援してそこを占領していた部隊と援軍を カサマタから追い出した。アメリカ軍はカサマタを爆破し、工場の中にあった鋳型など他の設備を破壊した後、宅バヤに戻った。大砲3門大量の消火器と弾薬及び兵士800名が捕獲された。メキシコ軍はレオン将軍とバルデラス大佐とガラテ大佐が戦死したのを含め769名以上の損失を出した。 アメリカ軍は729名が戦死、または負傷し、49名の主官が負傷し、スコット中佐、グラハム少佐、メリル大尉、エアーズ大尉、さらにジョンストン、アームストロング、ストロング、バーウェル、フェアリーの各中尉が戦死した。次のチャプルティペクの戦いのための準備がすぐに始められた。ありがとうございます。